はい、今日はですねプラスチックの補修をやっていこうかなと思います。スピーカーのネットなんですけど、ここ折れちゃってるんですよ。この折れをこのように戻したい。この折れをこのように戻したい。で、必要な材料が100円ショップでダイソーで買ってきたお湯プラ、まあお湯丸の、まあ、パクリ商品です。で、あとプラリペア、プラリペアもダイソーで代用品買えるんですけど、経験上ダイソーで売ってる、液体、あれ何でしたっけ、成分忘れましたけど、ダイソーの代用品の液体はねちょっと経験上良くなかった。粘土とかがやっぱ違うんですよ、プラリペアと。なので、あとは粉もダイソーで売ってるらしいんですけど、私が行ったダイソーには売ってなかったですね。アクリルパウダーなんですけど、まあ、それも今回は純正を使います。じゃあやっていきましょうか。まずはどうしようかな、型取りですね。耐熱容器に80度のお湯を用意し、ポンピを入れて約3分待ちます。柔らかくなったら箸などで取り出し、水気を拭き取ります。柔らかいうちに好きな形を作ります。途中で硬くなった場合は再度お湯に入れておく。一つで十分かな。一応二つ使うか。はいはい、こんな感じになります。これを量多すぎたな。冷やす。頭を鳴らしといて、下側にマーキング、だいたい固まったんで、というか、お、いい感じ。先の形状、先の形状がちょっと丸まってる、引っかかるようになってるんで、完全に硬くなる前に外したかったんで、程よい硬さで外しました。形が取れてます。まだ弾力あります。はい、水分を付着させたくなかったんで、冷凍庫に30秒から1分くらい置きました。絶対これパイナップルジュースだよね。
ゃあやっていきますか。あ、ここのラインまでだね。こんなもんで大丈夫かな。さあどうなるかね。ある程度固まったと思うんで、抜いちゃうと強度が十分じゃないで、今現状で今開けないと硬化が進まないのかな、ちょっとわからないけど。いいんじゃない？いいんじゃない？はい、時は流れて、こっちが正常というか元々の方ですね。で、補修した方です。まあまあいいんですけど、この首のところ、ここがこうじゃなくって出っ張ってますよね。こっちも。こうじゃなくって出っ張ってる、まあ、これは私のミスなんですけど、もっとちゃんと押さえてあげる必要があったんですけど、あまり意識してなかったということで、ヤスリで削ります。はい、こっちが壊れてない方ですね。こういう形にしてます。こういう形してます。直した方、ちょっと明るくて見づらいかもしれないですけど、完璧ですね。ちゃんとスピーカーにはまりそう。完璧。